チャンピオン。どうも。何、エドチャンネルですか。どう？釣れとる？うん。細かいけど。昨日よけつったね。昨日よけ釣れとるね。俺は釣れなかったけど、金指師匠125匹。ねえ、すごい。俺は44匹。まあ、どう、15、6匹ぐらいかな。今日？今ね。あ、朝9時ぐらいから。9時ぐらいから。昨日どこでやっとった？昨日は園庭した。園庭した？この上の園庭でした。ああ、キャンプ場の下か。うん。ちょっと型があれですね。うん、小さい。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よし、オッケー。まあまあいいんじゃない、それ。ねえ。楽しい。楽しい。あ、こうちゃん、ダブ長やね。ダブ長。うん、仕掛け飲みます。俺も今年ダブ長にしようと思ってさ、こうちゃんが言っとったんや、ダブ長があれでこんな感じ、まあ、プロフックに、まあ、セバリー、うん、で鼻かまりが 0.55、うん、18cm で、付け糸が 0.25、うん、15cm かな、うんうん、で、返し付きの逆さばりで、ダブ長。ダブ長はこれ何号？これ7号ですね。あ、7号？うん、7号にハリスが 1.25 号。このサイズでもね、6半じゃなくて、うん、7号。7号、これは。6半でやってたんだけど、昨日は。うん、なんかどれぐらいバレたもんで。で、今日も朝、そこで何連発かバレて、うん、で、あの、7号に上げた。うん、そしたら、止まったから、うん、まあいいかなって。ダブ長は、うん、その間隔が 4.5 って何か言ったよね。そうそう、この針のここからここまで、うん、懐から懐までが 4.5 センチで、うんうん、で、ダブ長にする場合、うん、ハリスの太さ、うん、しなやかさってどういう風？俺はちょっと固めが好きなもんで、固めフロロの 1.25 号で巻いた。 1.25 号、うん、これはサンラインさんの。じゃあちょっとピンと張っとった方がいいってこと？タランとしとるよりはあれ、張りがあるよ。張りがあった方がいい。俺はね、ダブ長は張りがあった方がいい。ね、例えば昔 0.85 のフロロで巻くとかっていう雑誌とか昔書いてあったとか思うんだけど、うん、そうすると結構なんていうのかな、尾に絡まったりもするし、うんうん、で俺の中でダブ長っていうのは、うん、こう絡ませるよりもちゃんと追ってきた鮎を取りたい、うん、だから絡んできたっていうよりも追ってきたっていう風に思ってるもん で、うん、でそれが何でかっていうと、うん、その実際前の針にかかることが多いわけですよ、うん、実際はね、うん、だから追ってきてるやつで、うん、だから絡んでくるよりも追わせるもんで、うん、蹴られとか少なくするためにフロロの 1.25 号を選んでるっていうのと、うん、あとダブ長って最初の1本を取るとか養殖おとりで、まあ、一発目とか、うん、おとりがダマになっちゃってとりあえず天に引っかかってもいいから取りたいっていう時に使うっていうような雑誌に書かれてることが多かったんだけど、うん、だけど俺の中ではそういう考えがなくて、うん、弱ったおとりとか、うん、養殖おとりでもかかっちゃうってことは、うん、いいおとりだったらもっとかかるんじゃないのっていうのが僕の考え方なんですね、うん、だから絡み取るように、うん、柔らかい針数で絡んでくる、絡ませるっていうよりも攻撃的な使い方をするもんで、うん、1.25 号って、うん、あれを使ってる、うん、じゃあもうずっと4本怒りとかは使わない？4本使いますよ、昨日も使ってるし、うんうん、だけどまあ8割ダブ長ですね。8割ダブ長、うんうん、まあ実際これで島野さんも取ってるから、うん、実績ある針だと俺は思ってるもんで、うんうん、そういう使い方をしてます、うんうん、ただ昨日は後半4本以下にしちゃって結構かかったから、うん、
自分の中でまた迷っちゃってる。分かんないですね、春だけは。まあ、結果論なのかな。まあ、自分も今年ちょっとダブ賞でやってみようかと思ってるもんで、こうちゃんにちょっと聞かなあかんなと思ってて、いいとは思いますよ。で、その角度、あ、角度ね、あ、角度っていうか、で、俺はやっぱり平行の方がいい。水中でどうなってるか分かんないんだけど、うん、必ず俺はこういう風に平行、その平行とか、水面に対して、中字にならない水面に対してこういう風にセットするようになってる、必ず。例えばこういう風に縦になるようにセットは絶対しないで、必ず真横になるように。真横。あ、なんで？で、俺は分かんないけど、水中でどうなってるか分かんないけど、これがこういう風になってると思うの、水中で、で、結果的にかかると思ってるんだけど、仮にこういう風にセットしたら上の針が意味ないと思うんだよね。まあね、こうどうなってるか分かんないけど、こういう風になってるか分かんないけど、だったらこういう風にして、こういう風にした方が視覚がなくなるんじゃないって、ように思う。分かんないけど、で、俺はこういう風に必ずセットする。で、こういう風になってない。でもそうやってセットってなかなかしにくいやんね。もう俺はもう絶対こういう風になるように、もうな、長年やってるから絶対こういう風になるようになったの。あ、そうなんあの、この自動針止めの止め方が、俺は、あの、川内だから針質がこういう風に止めるじゃんね、止まるんだけど、こうすると必ずこういう風に真横になるようになってる。こういう感じでね、これが、あの、90度ずらしちゃうと、まあ、こうなっちゃうかもしれないけど、もうこういう風にセットすると必ず真横になるようにセットできるもので、だからちょっとずれたらまた打ち直す。あ、そうなん。必ず、もう必ず真横になるように俺はセットしてるから。空振りするな、しそうな気がするんだけど、そうでもないや。空振りもするかもしれないですね、ただやっぱ追いが強いやつをもともと狙ってるから、追いが弱かったらもしかしたら空振りするかもしれないけど、追いが強いやつは一回空振ってもう一回追ってくるから、かかると俺は思ってる。あ、本当、そういう追いが強ければね、自分も今年、何本か巻いてみて、で、その平行にしようと思ってやっとったんだけど、巻いとるうちに、多分あまり意味がないかなと思って、もう どんな角度になろうが、水中の中でどういう風になっちゃうか分かんないもんで、あまり気にせずにやるように途中から。あ、まあ、だけど俺も実際水中でどうなってるか分かんないし、で、一時この十字に、十字ね、こういう風に巻いてた時もあったんですよ、で、実際これで真下側で釣れた時もあったんだけど、今度怒りケースに入れるのがすごいダメになっちゃうもんで、あの、俺は真横にしてるんだけど、まあ、だけどこういう風にしたりとか、あと何これ V 字、で、あの、こうやって曲げて V 字にするっていうのも、この先やって自分の中で研究していかなきゃあかんなと思ってるもんで、それはちょっとあれだ ね、この先ちょっと、あの、僕の課題というか、ね、ダブ帳の中でも感覚もあるし、3本チラシ使っとる友達がおるんだけど、その子は、針の角度、向きとか全く関係なしに3本巻くって言っとるんだわ。あ、そう、これで全然大丈夫やよって言って、結構釣るんやわ。だからあんまり関係ないのかなと思って、自分の中のこだわりであって、水中の中潜ったわけじゃないから。そうやね、わかんないですけどね。まあ一応僕は必ず真横になるようにセットしてます。わかんないですけどね、それがいいのか、こっちとかもしかしたら釣れるかもしれないけど、これはこういう風に出る、実際これで島野さんも取ってるから、そのセットで、なるほどね、ありがとうございました。いや、とんでもない。またちょっと参考にして、自分も今年やってみるわ。分からんことがあったら電話するわ。了解。はい、はい、だいぶ釣れた？30釣った？たかし君も釣れとる？たかし君はそれがね、釣れてないんだわ。たかし君釣れとらんの？釣れた？エビかな？エビっぽい。釣れとるや。釣れてる。釣れてるわ。あ、肩いいやん。サイズいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。巻き器。
おおおお、こんなとこに、こんなとこに引っかかっちゃった。どうなってんのこれ。落ちた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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、巻き木が落ちた。巻き木が。ここも大惨事だ。大惨事。なんで俺のとこ飛んでくるの。崩れ返しかね。うん。こんな技持ってないんだけど。いい解禁日でしたね。そうですね。なんかめちゃくちゃ釣れまして。めちゃくちゃ釣れたね昨日。釣れまして。うん。昨日の、まあ、買取所とか全体見させてもらって大体3倍ぐらい、うん、3倍ぐらい、はい、釣れてる感じです。例年の、はい、すごいね、まあ、ちょっと寒かったので、うん、サイズ的には気持ち小さいかなというのもあったんですけど、うん、結構あの対抗なる超えた巻き機内がたくさん、巻き機ばっかりやったね。そうですね、釣れてて、うんうん、あの皆さん大変喜んでいただけているので、うん、ね、はい。でなんか今年は本当に浅いところからトロバまで全体に釣れてたので、うん、あの本当にまんべんなく釣れてた感じがしますので、うん、ね、はい、ちょっと楽しみかな。今日はどんな感じでしょうかね。そうですね、今日はちょっと、まあ、今ね、ずっと天気が、はい、まあ、まあ釣っとる人はね結構釣っとるし、かけて見える感じなので、うん、で今日はちょっと昨日ほどは混んでないので、うん、まあ、いくらか、そうやね、はい、まあ、今日はちょっとサイズもダウン気味。そうですね、昨日だいぶ大きいのは、まあね、あの1万円抜かれてるので、ね、うん、そうやね、はい、はい、ちょっとあの気持ちサイズ下がるかなと思いますけど、ね、はい、数はまたまとまって連れてくると思いますが、明日からちょっと台風で雨でちょっとまたどうなるか分からないけどリセットされて、はい、1週間後やね。そうですね、1週間後ですね、6月の4日ですね、4日が本会期、はい、なりますので、ちょっと早いよね。そうですね、はい、でまたそれが楽しみやね。そうですね、1週間空いて、はい、なんてまたあの一回り大きくなってると思います。そうね、はい、はい、じゃあ、はい、今シーズンも、はい、今シーズンもまたお待ちしておりますので、ね、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、昨日はね、そう、もう一週から5番目ぐらい釣れました。この前はどうも。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。大きいのはね、アマゴの大きいの、はい、ね、天気いいですか。はい、いいですか。すいません、もうでかい。そんなこれかかったんですか。わあ、孫でかい。今日電話したらさ、種屋さん、おお、いいよ。ですか。はい、いい孫ですね。あの孫を取ってもらえもんね。追加できた？ あれからね、うん、行くかな。もう釣れなかった。天気が微妙だったんでどうかなと思ったんですけど、どうでしたか？僕は全然ダメ。はい、ありがとうございます。よく良いけどね。そうですね。電気で締めるんで出てくる。出て刀もんで。あっという間。うん、あっという間。やばいやん。すごい。泳がせましょうか、今日は、今回は。で釣れんもんで。大きさって他のところでも大体こんな感じですか。そうですね、こんな感じですね。まあまあ、いいやつ、まあまあ、いい方かと思います。そうなんですね、はい。ちょうど来週、1週間ぐらい、本会期ぐらいになると大体あのワンサイズずつ大きくなってくるんで、これもワンサイズ、はい、ワンサイズ大きくなるので、今度はちょっと楽しみですね。かけがえがありますよね。小さいやつだとすごい飛んできちゃうから、ギュッと立てるとさっと抜ける、ね、うん、そうそう、すぐ抜けちゃうから。エクリさん、うん、ぴったりな。そうなの、ね、予想通りや。本当すごいね。あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、
お疲れ様でした。また稼ぎに来てください。来ます。ありがとうございます。ここに開ければいいですか。あ、ここへ。すげえ。なんかちょっと電気、電気ショック。はい。いいですか。はい。今日持って帰る。はい。3、2、1。ほっ。ここで閉まりました。すごいこれ。一瞬や。手入れてみ、いいね、もうなんかもうバラエティ番組みたいな。これはもう仮死状態、もう死んだんですか。そうですね、今ちょっと仮死、ちょっと置いておくとまた生き返ってくるんですけど。釣りすぎやって。そんなことないですよ、そんな強くない。どこで当たった？この下です。そこです。あ、病院の下？はい。あ、本当。はい。失敗すると、ちょっとやっただけ。ちょっとやっただけ？ちょっとやっただけでこんなに釣れるの？ねえ、どういうことそれ？さっき陰岸で僕とベラ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 1時間。三回休憩したね。よういかんと。BB が33。実質5時間ぐらい。実質5時間ぐらい、はい、5時間ぐらいでこんなにするの。5時間もやってないよ。やってない。5時間もやったらんの。結構喋って遊んどる時間結構長かったね。1時間やって上がってきて1時間やって上がってきたみたいな。はい、ありがとうございます。46匹、さすがやね、はい、ありがとうございます。